時代は急速に変化しています。チャット GPT に代表される対話型 AI が登場したことで、プログラミングの手順が変わったように感じています。今まではプログラム言語を覚えて地道に作っていました。開発するシステム要件に合わせて複数のプログラミング言語を覚える人も多いと思います。英語が苦手な私も PHP、JavaScript、Python、Basic、C 言語と扱えます。 C 言語は昔 MSXC が発売された時に購入して勉強していました。当時、独学でリレーショナルデータベースもどきのプログラムも MSX Basic で作っていました。その前は、生まれたばかりのベーシック言語で7つのコマンドを覚えたらプログラミングできると雑誌で読み覚えました。ワンボードマイコンを購入することもできず、パソコンも購入できなかったですが、学校で学ぶことができました。でも、プログラミングやシーケンサーを扱うような会社に就職できず、違う道を何十年も歩んできました。その過程で、自分でネットの記事を読み PHP などを学んできました。JavaScript は、職業訓練のウェブサイト制作の講座で学ぶことができました。私は、HTML と CSS は使えますが、プログラミングの言語の認識はないので、プログラミングという枠では話しませんでした。今は、時代が進化して HTML と CSS を使い、フレームワークを使うことで、ウェブアプリや iOS、Android、Windows のアプリの開発もできます。そのため HTML と CSS をプログラミング言語と表現する人もいますが、HTML は、ハイパーテキストマークアップランゲージなので、文章をインターネットで公開する際の書き方の規格と私は認識しています。昨年の12月にオープン AI のチャット GPT が一般でも利用できるようになってから GitHub でもコパイロットが登場するなど、プログラミングの世界でも対話型 AI が活躍する時代になりました。現在チャット GPT は有料プランのプラスが利用できるようになり、無料版よりも有料版の方が回答できる文字数も増え、回答の精度も上がっているようです。そして今、Google の Bard も登場しました。私は待機リストを通過していたので、Microsoft の Bing も数ヶ月前から使っていました。海外では、プロンプトエンジニアという職業が生まれて、高い報酬で働いている人も増えたようです。私も、プロンプトエンジニアという言葉を知ってから、チャット GPT に質問するプロンプを工夫するようになりました。最初に挨拶したり、いつも助けてくれてありがとうございますと言ったりします。その後、ワードプレスに詳しいエンジニアとして回答してください。という感じで、専門家としてのキャラクター設定をします。そうすることで、少しでも回答の精度を高めようと工夫できます。その後に、質問を書きます。この後、エラーメッセージなど回答に必要な情報を送ります。その後、回答の形式を決める必要があれば指定します。文字数を300字以内とか、表形式にしてほしいとか。基本は、この流れで対応できると思います。もっと高度な専門的な質問をするときは、回答に必要な情報を質の高い状態でプロンプトの欄に送信しましょう。私は、無料版のチャット GPT を使ってゲームのコードを書くことができました。私がコードを頼んだプロンプトはこちらです。こんにちは P5JP で次の仕様のゲームのコードを書いてください。カーソルキーの右と左で自分のキャラクターを動かす。スペースキーでミサイル発射します。画面の上から標的が左から右に動きながら一段ずつ下がって移動します。敵もミサイルを発射します。自分のミサイルが敵に当たったら、得点が加算されます。敵のミサイルが自分に当たったら、ゲームオーバーで終了します。敵が自分とぶつかるとゲームオーバーします。敵の数は16個を、縦横同じ比率で配置します。ゲーム作りが得意なプログラマーとして回答してくださいと書くと良かったかもしれないです。この後敵をすべて撃ち落とした時の画面を表示する方法などをチャット GPT とやり取りしながら作りました。
今回は敵が攻撃してくる部分は実装できていないです。まとめです。画面のプロンプトを入力すると、ゲームのコードを書くことができます。ご覧いただきまして、ありがとうございます。もし、よろしければ、チャンネル登録と、ベルマークをクリックしてください。